宮下教頭、小暮さん、先日はキャディの質問に答えていただきありがとうございます、はい、実は先日のラウンドでちょっとしたハプニングがあり質問させていただきます。ハプニング、はい、ドン・アンちゃんが苦痛を訴え、先にティーショットを打たせ、トイレに行かせましたが、他の3人がティーショットを打ち終わっても、帰ってこないため、後ろの組に譲ったのですが、ティーショット打っている以上、待ってると言われて、前の組と1ホール以上離れ、後ろに2組待たせる結果になり、後ろの組から棄権しろなどと大クレームの嵐でしたと、ゴルフ場とキャディマスターからは、生理現象だからしょうがないですよねと言われましたが、どうすればよかったのでしょうか、プロの試合の場合こんな時どうしてますか、長文で申し訳ありません。それどんなあれだったんですかね。大丈夫ですか。大丈夫。トイレはね、プロの試合の話が先。そのパターンででも後ろが前に行けない状況だった。カートが乗っかっちゃってるとかレールに。もうでもこれは何ぼでもいけるでしょ。普通にラウンドしてる分には、だってさっきもうちょっとあれ相方がちょっと差し込んじゃってダメなんですって言ったら、先にカート行ってもらえばいいだけの話。そう、行ってもらえますよね、先行ってくださいって言って打っちゃってても、すいませんって言って。プロの競技の場合はこれどうなの。もしかしたらさ、自分の番、その組のティーショットはいいわ、先に打って、そういう場合は先に打っても問題ないわけじゃん。例えばその体調崩してトイレ行った人が、この場合は先に打って、でトイレ行って、でもなかなか帰ってこない。多分よくすごい痛かったってことですよね。でこの場合は例えばもう自分の番になって5分以上経過したら失格なのかな。そのパターン、スタートに遅れたのと一緒ってことだよね。どうなんだ。自分が打っちゃってて、それ今プロの試合の話？だからアマチュアの人たちのあれは別にどんどん先行ってもらえばいいだろうの話だから。そうそうね、臨機応変にね、行っちゃってください。試合の時はどうなのかなと思って。へぇ、これ、聞かなきゃ分かんない、ね、ちょっと聞きましょう。いやでも、ジャンボさんもだけど、うわって言った時は、ブッて行くもん、ちょっと先行くからって言って、スーッて、全然いいの。プログラマーはやっぱ差し込む時あるんで、それとかはなんかさ、トラブっちゃってて、競技が来るまでまだ時間かかるから先行ってくれって言って、前の組を追い抜かしていくっていうことは、あることはあるよね。前の組を追い抜かすことある。あるあるある。あ、マジっすか。そうだよ。ちょっとなんだそれ。いや、そうなんだ。そんなのあったよ、昔から。なんかさ、こう木になっちゃっててこう確認できてんだけど、競技員が来なくて、そのドロップのあれが裁定ができないから、先行ってくれとか。あ、同じ組ね。あ、それも同じ組っていうか後ろの組。あ、そうなんだ。あるあるある、そんな。今は最近は見ないけど、昔はしょっちゅうあったよ、そんな。あ、そうなんですか。なんだっていうことだけど、この場合、プロの場合どうなるかね。プロの場合はやっぱどうなるかって競技員がいますからね。これは競技に確認して、またお返事しますということでね、で、このアマチュアの人たちで普通に素回りしてるときに、これになったら、帰ってくるまでね、あれだから一応ね、先に行ってもらえばね、いいだけの話だから、はい、これ一打目打っちゃってるから二打地点で待ってたってことかもね、もしかしたら。あ、そっか。だからもうこういう時はもう先行ってもらうしかないよ。だからもう後ろの組にどやされたっていうんだけどさ、そういう人たちがいるからね、だから先行かしちゃっていいんだよ、限りなく、先どうぞっていう、ということで、またちょっと後ほど調べて連絡します。はい、いいかな。はい、続きまして、下手の横月さんです。はい、今日小暮様お世話になっております、下手の横月です。暑さを理由に全くコースに出ず、クラブいじりに精を出していますと。お、結局練習場でしか試していないので、若干不毛な気もしております、また質問させてください、はい、下巻きテープを5枚ほど巻いてみたのですが、グリップの両側面が、円ではなくフラットな感じになってしまいました、大げさに言うとテニスラケットのようになってますと、
振りやすいしフラットな面があることでフェース面の管理もしやすくなってしまいました。これはルール違反になるのでしょうか。ちなみにやってみたのはドライバーだけです。シャフトはディアマナの S60 で、グリップはゴルフプライドの360M62 ってやつかな、ね。ご回答よろしくお願いします。これどう？だから俺もびっくりしちゃった。下調べしてから読んでくださいよこれあの円にあの限りなくあの面ができちゃったらダメなんだよね。うん、面ができちゃダメなんですよ。面ができていいのはパターンだけなんです。いやそうだね、うん、だからもしかしたらかかるかもね、うん、引っかかる可能性ある。でもねそれ表現はあの面ができちゃったかもって言ってますけどできてはないと思う。5枚ぐらいだったらデシャンボーどうするんですかねだってデシャンボー丸もう丸丸じゃんあれくんねねこんな丸じゃんくんねあれにしたらデシャンボー2連勝してるからね。今だからデシャンボーの真似する人いないですか。いないと思う。2連勝してますよ、ね、いやでもそれはプロのプロだけの話でしょ。あの人だけの話でしょ。ジャモさんがアイアンプリシストの時に来た時に構えたらジャモさんだけしか見てないからデシャンボのクラブ触ってないから触りたいけど触れないじゃないですか。ちょっとジャモさんがこうアイアンマンプライドいやそれはそうだ伸ばした状態でだって構えるようにアップもセッティングしたんだからまあね、あのアップライドはお前打てねえぞっていうことで、はい、これはまあ、ちょっと怪しいかもしれないけど、まあ、やりすぎは良くないよってことですね。面、ね、はい、ができちゃうとまずいよ。面はできないのが怖いですということだね。はい、はい、続きましてゴルファー山猿さんですと、ストロンググリップ宮下さん、トリ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 ッティ小暮さん、こんにちは。じゃあ、いつも下半身に関する似たような質問ばかりする僕に親切に答えていただきありがとうございますと、本当に嬉しいです。下半身は大事ですからね。またまた質問なのですが、以前ラウンドした際同伴の方にスイングは綺麗、ショートホールでもきっちり乗してくる、ドライバーも200ヤード200以上は飛んでそれでも130叩くのはセカンドで飛ばそうと欲をこいて、当たりもしないスプーン等でギャンブルのような感じで持ったりしてチョロ等を悪循環になっているからだと。ロングホールでドライバーをチョロしても7番アイアンで150飛ぶんだから無理せず7番で運べば500ヤードそこらのホールなら3回打てばグリーン近辺には行くのだからそういうことを考えなさい、それもコースマネジメントが、そしたら見た限りは130も叩くようなレベルではないと言ってもらいました。そこでお二人に質問です。お二人が思う100切りするためにまずやった方が良い簡単なコースマネジメントを一つ教えてもらえませんか。追伸、タワラーさんがゴルフ場のコースを覚えられないと言ってましたが自分もその場その場の一球に一生懸命になってしまい何番のホールはパーいくらでどんなホールというのは覚えられないダメな子です。涙100切りするためにまずやった方がいい簡単なコースマネジメント一つ教えてください。100切りでしょ、うん、だから俺もういつも言うんですけど、ペナルティを逃げる、避ける、入れないで余計じゃん。ペナルティを逃げまくる、うん、まあねそれはあのまあ大手たけしないためのあれだもんね、うん、だって100切りでしょ、まあ、それやめ避ければ多分逃げれるんだったら100なんて打たないと思う。じゃあどうする？じゃあどうする？俺はね、トップボールを打つことを覚えた。それの方が難しいっつうの。もう顎を突っ込んじゃったよ。何を言ってんすか？いや、これね、簡単に言ったらね、理論だけ言ったらね、100は切れるのよ、簡単に。トップボール簡単に切れるのよ、100なんか。パッティングだけのことを言うよ、パッティングだけの。30パット以内に抑えれば、100は切れるから。30パットはまあね、もう抑えれば、まあ、おそらく100打つ人たちはほとんど3パット以上打つ、うんうん、そうですね、うん、それは分かる、なんとなくそれは分かる。だから、まあ、この人が言われてるように、要は3年1組でいいんだよ、うん、ミドルホールね、うん、
どこ行っても3年1組、もう2組、2組、うん、でもいいんだよっていうことを言ってんだけど、うん、この人さ、ティーショットも200ヤードでしょ、うん、で、そこそこでしょ、うん、スイングも綺麗でしょ、うん、だから、100ギリに必要なマネージメント。で、この時言ったから、トップボール打つ以外言ってくるんですけど。トップ。いや、だって、あの、女の子がなんでスコア出すの上手いかっていうと、曲がらないから、飛ばないからね、うん、だからペコーンペコーンって本当にこう3回で行けばいいやっていうゴルフがもう最初からできるから大叩きしなくなるわけ。5割ショット5割ショット全部自分が女性、自分が女性と思う。お前の今のお前じゃん。えゴールしか振らないでしょ。そう、飛ばない、だから飛ばないって何それ。えちょっとテンション下げる、そしたら曲がんないから。まあだから、まあこの感じだったら130叩くなったんだよね、うん、100ぐらいでは回れると思う。回れると思います、その雰囲気は、うん、じゃあそれか、スコア、うん、昔言ったかな、要は3ホールずつ区切ってくる、うんうんうん、だからまあこれはちょっとあれかな、うん、全部ボギーでいいやっていう感覚はまだちょっと100ギリの人には厳しいかもしれないけど、うん、基本的にはあのトリプルボギーを打たないようにこうって考えるのはいいかもしれない。それはいいかも。だからパー4のところだったら、うん、もう最初からあじゃあ、7以下で回ろうと、うんうんうん、ね、うん、パーが4だとしたらじゃあ6で上がる、7以下ね、6とかで、まあ、上がろうって最初から考えたら、うん、それなりの、選択肢が出てくるから、うんうん、それはやっぱりあの選択肢は自分の得意な、うん、もうその百物人なりの得意なクラブっていうのがあるはずなの、うん、あの得意というか好きなクラブがあるはず、うん、例えばこの人はある人はドライバーが好きっていう人もいるし、パターが好きっていう人もいるかもしれないけども、その自分の好きなクラブで打つ場面を増やすと、うん、そうすると100は切れるんじゃないかな、うん、信用してるクラブの人ですね、うん、そういう考え方した方がいいんじゃないかな。パーで上がりたいとかそういうことよりも、トリプル打たないようにしようとか、ダボ打たないようにゴルフこのホール攻めようって考えた方が、うん、多分面白いと思うんだよね、うん、そっちの方が。そうですね、うん、ちょっと戦略性を考えるってですね、うん、あと数値と、うん、ただやめきまで打つんじゃなくて、うん、まあ、おそらくだからそのまだコントロールまではいかないと思うんだよね、当たるかな当たらないかでやってるから、うん、その辺はやっぱり大叩きするときは叩くんだろうけど、やっぱりそのどこまで許容範囲で叩いていいんだろうっていうものを計算しながらやると意外といい数字出るんじゃないかなと。そしたら、まあ、パーでも1個ポンって取れたもんなら、うん、それはテンション上がってさ、そうそう、ね、うん、あ次はなんだあれじゃあれだ、ダブダボダボじゃなくてダブルパーまで出るわって自信になれば、余裕出ればまたあれなんじゃないか。だからそういうマネージメントしてたらいつかはバーディー来ますからね。ラッキーじゃないですか。ああそうだよね、うん、パーオンしたとかね、パーオン、はい、うん、そういうことかな俺からすると。でもさ、なんだっけ、ちょっと話戻していいですか、うん、コースが覚えられないなんとかとか言ったじゃないですか、うん、この前また話全然変わっちゃいますよ。リンゴールさんとやったじゃないですか、うん、でいきなり俵に俺さん、スコア教えてくださいって言って、1番からこのインスタートアウトコースで、うん、アウトもちょっとあれなんで、いや1番から何々何々って言ってきましたからって言って、はって、だから僕が1番から、あじゃあ1番からこういうふうに数値をね、こうやって、うん、スコアカード見て、こう、ボギー、バーディー、パーボギーってこうやって言って、たぶん、俵取りできないんだよ。だから僕はもう、数値書いてメールしてきましたからって言ったら、自分のスコア、いやだから僕のスコアとか、要するに自分のスコアとかも多分思い出せないんだと思う。ポカンとしてるのよ。えって、分かるんですかみたいな。出たよ、タワラ。いや、だってさ、ダブルス出た時さ、タワラにつけさせたもんさ、いや、僕できないよ。俺がつけたんだ。もうちょっと、話分かんなくちゃった。いや、100ギリのやつね。いろんな100の切り方があるから。うん、まあそうなんだよね。あれ、
なんか一個目標を立てる。なんか今日は何々するとか、うん、今日は何々する、目標を立ててくる。そうだね、うん、まあ一番簡単なところで言ったらパッド数だと思う、うん、パッド。パター練習してくださいよ、うん、アプローチパターがあのそこそこあの当たってできるようになったら100は切れると思うんだよね。まあそれはまあ OB を 何十発もやっちゃってってなったらそれはしょうがないけどやっぱりグリーン上でグリーン周りである程度、寄せワンなり、まあ、寄せ2パッドなりができたらそこまで打たなくなると思う。そうするとあこんなんで100切れるんだっていう感覚になればもっともっと先 の、ね、あの自分のはどういうゴルフしたらいいのかっていうのが分かる、見えてくる。うん、そっちを意識してもらった方がいいのかなって思います、はい、いいかな、はい、ね、はい、続きまして、島本克美さんです、はい、下半身マッスルです。お、いつも楽しく拝見させてもらってます。一つ質問したいのですが、はい、最近地上波でのゴルフ番組で飛行人級を番組内で使用して、うん、このボールは飛びますって宣伝してますが、ああ、はい、公式競技でなかったら使用しても OK ですよって言われてますが、はい、プライベートコンペでドラゴンホールで使用されて、うん、ドラゴン取って嬉しいのでしょうか。ゴルフはマナーが第一、紳士のスポーツと言われてるのに、はいはい、企画を外れたものを販売、使用の推奨はをどのように思われますか。お二人の意見聞かせてください。どうなんですかこれ。どうなんですか。どうなんだろうね。まあだからさ、やっぱり年齢的にね、やっぱりあの飛ばなくなってしまった人たちがね、やっぱそれだとそれ使うとちょっと飛ぶようになると、うん、それがさ、やっぱりその何あの俺らみたいにずっとゴルフやってる人間が、うん、いきなりドラゴンボールだけそのボール使ってピナクルみたいなボール使ってパーンって飛ばして、うん、取ってっていうのには、多分この人は腹立ってるんだよね。で、外れたものを販売しようの推奨してるんだけどって、これ売れちゃうんだろうね、こういうことやると。気持ちいいからね、飛んだらね。飛んだらね。でも、これ割れちゃうよね。ヘッドが割れちゃう。ヘッドに行くクラブに良くないから、でもそんなこと言っちゃっていいのか。いや、これさ、多分飛行人級さ、俺さ、毎日こればっか打ってたらさ、あの2、3週間で割れるよね。宮下さんが割れる。宮下さんダメ。ねえ、うん、俺ね、うすうすね、心の中で思ったんですよ。宮下さんにね、ドライバーね、負けてムカついたらね、うん、こっそりピナクル、ピナクル使ってるね、ピナクル入れといて、うん、バンって打って、うん、ぶっくり浮いてって、うん、で、セカンド地点に行ってスッてこう、変えるっていう。いや、もうピナクル使ってこいよ。いや、変えなくてもいいよ、ピナクルで勝負してやるよ。いや、そしたら俺、パターとアプローチ。いや、だからまあ、そういう人たちは、やっぱちょっとね、あの、違う分野で楽しんでる人たちだからっていうことで、うん、まあ、売ってる以上、しょうがないんだろうね、これもね。まあ、だから、ね、でもドラコンの、ドラコンホールで使用されて、ドラコン取って嬉しいのでしょうかって、まあね、まあ、この人、あの普通にやってる人たちからするとね、うん、あれなんだろうね。バレちゃった、バレちゃったんですかね。なんとも言えないな、もうこういうのをもうなんか売っちゃってる以上ね。非公認級なんてあんだもんね。そんなこと言ったら、だってコーンマスのドライバーだって出だしてるじゃん。まあそうだね、競技に出なければね、うん、まあ、だから競技じゃ絶対ダメなんだけど、ね、これコンペっていう、こう身内だけのプライベートコンペだから、多分そういうふうにするんだろうね。なんかルール作ってもらえればね、そのコンペごとで。うん。そうだよね。ルールがないとね。うん、まあだから、やっぱあくまでプライベートコンペだから、もう自由なんだろうね、この辺はね。ということで、ちょっとなんとも、あの、回答しづらいね、これね。売るなとも言えないしね。買う人がいるんだもんね。はい、飛ばしたい人もいるし。と、うん、いうことで、勘弁してくださいということでいいかな。はい、続きまして、これは、これかな、森田さんかな。はい、森田さん、こんにちは、慢性トリッキーですと。
トリッキー師匠小暮さん、教祖宮下さん、いつも楽しくためになる動画ありがとうございます。以前パターとボールの方向合わせのためにパター上部にラインが入っていないのでどうしたらという質問をさせていただきました。はいはいはい。マジックでラインを引いても合わせるのも良いんじゃないかとお答えいただいたんですが、うん、どうしてもマジックを書くということが許せなく、うんうん、書けなくて、うん、今はフィーリングで合わせてますと、うん、入る日入らない日差がありますが、うん、練習で穴埋めしようと行こうと思っていますと、はい。今回は別の質問なんですが、はい、現在使用アイアンがスリクソンの Z725 で、うん、モーダスの120、うん、フレックス S を6年使用していますが、うん、最近、経年で劣化の、うん、なのか、うん、インパクトの後シャフトが震えているように感じ、買い替えを検討しています、うん。新しく Z785 のモーダス120の S と、うん、ブリヂストンの、BXCB のモーダス120の S と試打した結果、うん、スリクソンの方は以前のシリーズと感じが変わってしまい、うん、違和感を感じ、うん、逆に XCB の方は、抜群の打感とフィーリングで、うん、さすが CB キャビティか、うん、CB なんですが、うん、買い替えってシャフトが震えてどうかなってぐらいでもしても構わないものなんでしょうかと、今までのアイアンでも精度や飛距離に不満があるわけではないんですけども、うん、トリッキー師匠小暮さんどうかご意見聞かせていただけるとありがたいですと。あれですよ、無理にアイアン変える必要ないですよ。シャフトだけ変える、そう、リシャフトでいいと思いますよ。だってそんなすぐ変えなくてもボロボロ、さすがにもうボロボロだったらあれですけど、うん、でもフィーリング変わっちゃったって言ってないこの人。え、リシャフトしてって書いてるんですか。いや、リシャフトしてじゃないんだけど、なんか新しく、うん、Z が違うのか、725だったのは785のモーダス 120S、うん、同じシャフトをね、うん、こう打ったらちょっとあの違和感感じたんで、うん、いや、リシャフトでいいと思う僕。無理に、僕だったらリシャフトだな、どうぞ変える必要ないってこと、うん。ヘッドを変えたいんだったらその抜群のフィーリングの方にもう思い切って変えちゃいますけど、うん、でちなみに今使ってるやつがちょっとブルルンって多分来てるって、うん、まあスチールシャフトだからちょっとへたるんですけど、うんうんうん、またそのリシャフトしたら、うん、一応またフィーリング変わるんだけは言ってきます。新品のやっぱシャフトになるから。ああ、そういうことね、うん、だからまあそうだね、もう一回あのそのエースのヘッドにね、うん、あのリシャフトしてみたらどうですかって言われますね。うん、そうですね、うん、なんかまだ全然アイアンはそんなに変わらないと思うんで。そうだね、うん、っていうことです。はい、ね、あのダメじゃないですよ、あの変えたかったら変えてくださいもちろんね、うん、はい、はい、続きまして、はい、カシシンさんというかな、いつも楽しく見ています。ジャンガーチャンネルを見るようになり結構真剣に考えてゴルフの練習をするようになりました。宮下教祖のファンですと。おこれ小学生とかも違う以前、試合でプロにサインをもらうタイミングの話をしましたが、はいはい、プロアマが良いとのことで、ですが決勝ラウンドの1日しか行けない場合、サインをもらうの厳しいでしょうか。スタンレーレディースもう終わっちゃったのかなこれな、できたら原プロをかけてどこかでサインをもらえればと思います。色紙はいまいちとのことですが何がいいのでしょうか。 T シャツをって書いてあるんですけど、最終日って難しいんだろうね。選手も終わったらなんか すぐねもうあの帰宅の、ね、あれにつくしね。今でもサイン会ってあるんじゃないですか。土曜日でもやってんのかな。最近知らないから。そうだよね。あると思うんですけどね。なんか JGTO のなんかこうサイン会やってますみたいな、なんか、まあ、あの何、ね、でしたっけ？あのピンフラッグにサインとか。うん、日曜日もやってんじゃない？変じゃないですか今は。まあそうだろうね。日曜日が一番お客さん多いはずだから、まあ多少そういうファンサービスってものはあると思うんだけどね。うん、まあどちらにしろ上がってきてからだよね。そうですね、終了後ね、プレー中は絶対にもうちょっとっていうことなんで、まあちょっと女子の方はいまいちわからないですけど、やっぱ終わってからがワンチャンスなんじゃないかなというふうに思ってますと。いいかな。